マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤すみかです。あなたはダイエット中、パンは大好きだけど我慢しています。なんてことありませんか？我慢しすぎてついパンをつまみ食いしたらそのままやめられない、止まらない、なんてことありませんでしょうか？そこでこの動画ではダイエット中におすすめのパンがわかるんですよ。なのであなたがダイエット中でも大好きなパンを美味しく食べながら健康的で綺麗に痩せたいなとお考えであれば、ぜひこの動画最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちら、ダイエットにおすすめのパン3選お伝えしていきます。ではこの動画のお話流れです。1つ目、なぜダイエットにおすすめのパンなんでしょうか。2つ目、痩せるパン3選の順でお伝えしていきます。では1つ目の項目のテーマ、なぜダイエットにおすすめのパンなんでしょうかということで、痩せるポイント3つあります。1つずつ見ていきましょうね。1つ目はね、腸内環境が整う材料でできているからなんですよね。これはもうダイエット成功させたいならマストですよ。ここを無視してね、ダイエット頑張ろうと思っても無駄です。なぜかというと、根本的なね、痩せ体質になっていないのに頑張っても結果が出ないから、待っているのはリバウンドです。じゃあどうすればよいかと言いますと、あなたの腸内環境でね、腸内細菌のバランスが大事なわけです。痩せ菌と呼ばれる善玉菌たちのまず種類が多くて元気で、そしてあなたのお腹の中でいつまでもね住み続けてもらえるような、そういったね心地がいい環境をいかに作ってあげるかっていうのが、結局ダイエットに成功するかしないかっていうこの分かれ道になってくるわけですね。その時にダイエットにいいなと思って頑張って食べているものが、実は添加物がいっぱいだったり、腸のね腸壁を汚してしまって炎症を起こしちゃって、もう全然腸がハッハッてこう動かなくなってしまうようなものを食べてしまうとダメなわけです。なので私が選んでるパンはそういったことにならないための材料を使ったパンということになるんですね。では2つ目、血糖値の急上昇です。これはもうね、パン、まあ限らずその白米とかね、要は炭水化物糖質を食べてしまうとどうしてもですね、血糖値って誰でも上がります。ただその上がるから、その間に脂肪がうわっと溜め込むわけなんですよね。その血糖値の急上昇をいかにね緩やかにしてあげるか、ここが脂肪がたまるかたまらないかの分かれ目ということになるんですよね。その時にこのお伝えするパンは、通常太るパンに比べると血糖値の急上昇が少ないパンということなので、イコールその分脂肪をため込む量も減らすことができますよというものになります。じゃあ3つ目、食物繊維です。パンにですね、食物繊維って、まあ、大なり小なり入っていますよね。でもどうせ召し上がるならですね、この食物繊維の量がいっぱい入っているパンの方が絶対ダイエット向きです。なぜかというと、食物繊維が入っているだけでですね、プラスこの血糖値の急上昇も抑えやすくなりますし、また脂肪をね燃焼しやすくなります。そしてあなたの暴走する食欲も、実は食物繊維を摂ることでね、自然と抑えることができるようになっていきますから、やはりこのポイント 1,2,3、 これが全部兼ね備えたパンを選ぶ必要があるわけです。ではここから2つ目の項目です。腸活ベースの痩せるおすすめのパン3選ということで、3つお伝えしていきたいと思います。まず1つ目はこちらです。ライ麦パンを選びましょうですね。ライ麦パンっていうのはライ麦粉からできたパンです。でもしね、召し上がったことある方はお分かりかもしれませんけども、ちょっとこう酸味があって、しっかりとね茶色いこうハードなパンになりますよね。そしてね、その結果ね、やっぱり食物繊維がすごく多いパンということになりますよね。そしてこの茶色いハードパンなので、やっぱりねふわっふわっとね、こう噛み応えがあるわけですから、その分いっぱいいっぱいね噛むということは、満腹中枢を刺激して増えてしまう、その食欲の暴走をやっぱり、ね、抑える、満腹感を早めに得られるということで、痩せるパンということになるんですよね。なのでハードパンですから、あのお食事向きですよね。菓子パンっていうよりはやっぱりね、お食事向きのパンということになります。ではおすすめの2つ目のパンはこちら、全粒粉のパンです。で、全粒粉っていうのは小麦をね粒ごと製粉したものなので、あの真っ白に精製された後の小麦とは全然違うんですよ。
何が違うかっていうと、やっぱり栄養価も高いですし、また食物繊維の量もね、まあ、白い生成したも栄養がほとんどない、太ってしまうグルテンがいっぱい入ったようなああいったものとはまあ違うわけですよね。その代わりちょっとねボソボソ感はあるので、こうふわふわっていうかボソボソっとした感じなんですけれども、しっかりと、まあ、プラススープとかで召し上がっていただくとそんなにね気にならない美味しいパンですし、私この全粒粉とかねライ麦パン大好きです。私もパンちゃんと食べるんですよ。その代わりねちゃんと食べる種類も選びますし、量を調節したり、また後ほど最後にお伝えしますけれども、痩せるパンの食べ方っていうのがありますが、そこを抑えるとねそんなにねパン食べたからどうしよう太るって自己嫌悪に陥らなくても大丈夫ですから、美味しく食べていきましょう。そして GI 値が低い、まあ、これは先ほどのねライ麦パン、まあ、冒頭でお伝えしたダイエット効果なんですけれども、結局血糖値の急上昇を抑えてくれる、その高い数値のものが太るわけですよね。真っ白いパンとか真っ白いお米とか。でもライ麦パンとかこういったね全粒粉のパンは、要はね茶色い食べ物、真っ白になる前のものですよね。そういったのはやっぱりね GI 値が低い、まあ、イコール血糖値の急上昇も低いということになります。そして手に入りやすいですね、まあ、なかなかねあのスーパーとかライ麦パンとか売ってないと思うんですけども、まあ、全粒粉であれば結構あの小麦と混ざってます。全粒粉 100% じゃなかったとしても、今まで例えば真っ白いね食パン食べれた方は全粒粉が混ざってるような食パン選びますと、それだけでも変わってきますから、そこからまずねできるところから取り組んでいただきたいなと思います。はい、そして最後の3つ目のパンはオートミールを使ったパンですね。オートミールのパンです。でオートミールパンって普通なかなかやっぱり市販では販売されていないと思いますので、ご自身でね作ることになると思うんですけども、今もうとってもねオートミールレシピもう YouTube 検索してもいっぱい出てきますし、私も何本かオーツ麦オートミールを使ったねパンっていうね、蒸しパンとかご紹介してますが、ぜひこの動画見終わりましたらチェックしてみてくださいね。まあ、なんといってもオートミールの原料はオーツ麦です。でこのオーツ麦がやっぱめちゃくちゃダイエット効果高いんですよね。もちろん無理にねパンにしなくてもオートミールのおかゆとかオーバーナイトオーツとか、私いっぱいレシピご準備していますから、そちらもご覧ください。で今回はそのオートミールを使ったパンということでご紹介したいので、こちらまずですね腸内環境めちゃくちゃ整います。もうポイントはこの食物繊維がすごく豊富だからっていうのもありますし、お腹の大掃除デトックスができるのがやっぱりこのオーツ麦なんですよね。そして同じく低 GI 値食品、まあ、イコール血糖値の急上昇がとにかく低いですし、またこれすっごくやっぱりね栄養価が高いのがオーツ麦なんですよね。しっかりとタンパク質ビタミンミネラルも取れちゃうし、もちろん白いパン白米なんかよりもローカロリーということでダイエット向けの食材ということになります。でこのオートミール使ったレシピってねほんと簡単ですよ。もうレンチンでできちゃうとか、一晩冷蔵庫で漬けてたら OK とかね、もう忙しいあなたにはぴったり、しかも続けやすいっていうね、これすごくね簡単なのでぜひ作ってみてくださいね。ではここからさらに今ご紹介したパンの痩せる食べ方ポイント注意点についてお伝えして終わっていきたいと思います。まず3つご紹介しましたね。ライ麦、全粒粉、オートミールパンということで、要するにですねポイントは生成する前の茶色いものです。生成した後のもの、真っ白い食べ物ですよね。白い食パン、白いお米とか、まあ、そういったのは太るわけです。で栄養価も低い、なのでその前の茶色いものを食べると良いんです。選ぶ時のポイントは茶色いパン、ただし着色料じゃないものですね。そして痩せる食べ方ポイントです。もうねこれすごくわかるんですが、お忙しい方ほどねパパッとパン1つ2つ食べて終わりとかないでしょうか。私もね昔ありましたが、それはいくらこうやって痩せるパンを選んだとしてもやっぱりね太りやすいですよ。なのでどうしたらいいかというと、やっぱり単品で食べないことです。しっかりとパンが、まあ、お米代わりとしたらお野菜とタンパク質を摂るとかね、そういったのがすごく大事になりますし、またですね気をつけないといけないのが、こういった単品にしかもですねマーガリンとかジャムを塗ってそれだけでおしまいっていう方、これはまずいです。もうだったら食べない方がいいっていうぐらい良くないですよね。なぜかというと、こんなマーガリンなんかはですねトランス脂肪酸、別名食べるプラスチックと呼ばれている良くないものがいっぱい入っているので、マーガリンは絶対今すぐやめてください。でジャムもそうですね、添加物いっぱいの人工甘味料が入ったような、
そのいろんなね添加物ですが入ったジャムはもう塗らない方がマシです。その代わりやっぱ手作りであったりとか、手作りが難しい方はね無添加のジャムを選んで時々嗜好品としてね、まあ、菓子パンみたいな感覚で召し上がるのはいいかなって思います。そしてスープなどを入れましょうです。結局ですねパンだけ食べちゃっても満腹感得にくいんですよね。すぐお腹空いちゃう。なので水分です。だからパンとスープってすごく理にかなっています。でこのスープといってもあのインスタントのねお湯注いではい出来上がりみたいな人工甘味料とかあの化学調味料が入ったようなスープは飲まない方がいいですよ。その代わりね手作りのお野菜たっぷりタンパク質たっぷりの、まあ、お豆腐とかそのお魚とかお肉とか何か入ったそのスープ、まあ、鍋でもいいと思うんですけどね、こうなったらそういったものとセットで召し上がるとめちゃくちゃ満腹感満足感得やすくなりますし、もうお食事の、ね、メニューとして、まあ、お米代わりにパンを食べようかなっていう場合はこの今お伝えしたパン、簡単に言うと茶色い色をした無添加のできれば手作りのパンを召し上がってくださいねっていうことでした。さあいかがだったでしょうか。この動画のまとめポイントは、白いパンよりも茶色いパン、ポイントは無添加であることとセットで栄養をしっかりとって食べましょうねでしたね。この動画のお話以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録をしていただきますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。